ラジオネーム、お米さんより。マナさん、こんばんは。2周年おめでとうございます。ここ2ヶ月ぐらいで一気に視聴させていただきました。心地よい声でとても癒されます。これからも頑張ってください。最近の自分の悩みについて投稿させていただきます。それはコロナウイルスの影響でずっと家にいて疲れないため、夜眠れないということです。24時30分頃には布団に入るのですが、寝るのは深夜4時頃になってしまいます。寝るためにマナさんのラジオを聞いているのですが、気づいたら3、4本聞いています。寝る時間が遅くなると、次の日の朝、起きる時間が昼頃になってしまい、生活リズムが崩れて体調もあまり優れません。何かマナさんおすすめの眠る方法などありますか？とお便りいただきました。お米さん、ありがとうございます。夜が眠れないというご相談ですね。夜眠れないってかなりストレスですよね。変な時間に寝て昼起きてってなるとぐっすりよく眠れたっていう感じもしないのに、なんかね、体も心もちょっとだるいなっていう、睡眠時間的には結構寝てるはずだけど全然疲れ取れてないなっていう感じしますよね。それなのにね、昼間起きるとちょっと絶望しますよね。一日の大半が終わってしまったような感じで、なんかね、ちょっとグズグズしちゃったりして、気持ち的にも、なんか自分ダメだってなっていきやすいかなって思います。で、私も最近うまく寝れないなっていう日が続いてるので、すごくよくわかるなと思いながら、お便りを読ませていただきました。そんな私がですね、最近どう寝ているかというと、ズバリ寝ること諦めてまして、本当にお休みラジオの人間かっていう感じなんですけれども、私の睡眠時間で今多分3時間4時間寝れたらいいかなっていうくらいで、私もだいたい4時ぐらいになってから寝るんですよね。で、それでも平日は7時に絶対起きる。まあ、4時に寝ようと、朝5時に寝ようと、で、寝れなくっても、もう7時からは絶対活動するって決めてて、で、3、4日ぐらい、そういう日が続くと、もう限界的に眠くなって、4日に1回ぐらいは、もうバタンと寝れるっていう。9時ぐらいからバタンと寝て、6時とかまでぐっすり眠ることができるっていう、最近はその繰り返しかなっていう感じでございます。なので、お米さんにご提案としては、寝ようってするんじゃなくて、起きようって意識するのがいいんじゃないかなって思いました。私の実体験からしても、寝よう寝ようって努力するのって結構難しいかなって思うんですね。寝よう寝ようっていうのが結構焦りにつながっちゃって、余計寝れないストレスに感じちゃうのかなと思ったので、こう起きる、朝起きるっていうことを意識したらいいのかなって思いました。眠れなかったから仕方ない、お昼に起きた、こうずらしていくんじゃなくて、何時に寝ようと、もう朝の8時には絶対起きるって決めておく。で、起きてからは寝ないようにする。私は結構朝ごはんをしっかり食べて洗顔とかすると、
結構シャキッと目覚めてきますね。で、すぐお化粧して、それで外出するとか予定を入れておくとか、で日が出てるうちは横にならないって決めたり、そうするとね、圧倒的に睡眠時間足りなくなって夜眠れるようになってくるのかなと思います。パワープレイですけどね。夜眠ろうとすることより起きる方がやっぱり努力しやすいと思うんですよね。なのでお米さんは朝アラームをかけまくっても死ぬ気で起きてください。朝お散歩とかできたらよりいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで私は結構そのパワープレイで乗り切っているので、お米さんもよかったら一緒にパワー生活しましょう。魔法はいつか溶けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。傘を差し出す君に映る僕は濡れてない。水たまりに映る僕は雨に濡れてた。幸せなような涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろう。ファブロスキッズの夢を見て起きた。涙が頬で乾いていた。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど雨は草木を育ててゆくんだ。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。いつか虹が消えてもずっと僕らは空を見上げる。雨が降ってたんだ。
かかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど雨は草木を育ててゆくんだ。虹がかかる空には日のために傘を探しに行こう。お送りした曲は平村優子さんが歌う世界の終わりでレインでした。ということで、寝落ちラジオらしいお便りに答えて、全然寝落ちラジオっぽくない回答からスタートしてしまいました。皆さんこんばんは。おやすみラジオの佐藤真奈です。2周年のコメント、本当にありがとうございました。いつもよりコメントもたくさんいただきまして、すごい嬉しかったです。それでコメントをいただいた中で、思い出したことがありまして、ある方が前に話していたブログの件どうなりましたかってコメントで聞いてくださったんですね。で、実は1年以上前に私ブログを始めたいってラジオで話してたんですよね。で、そのために少し記事を書き留めててみたいな話とかもしてたんですけど、もし今後私からブログの話がなかったら三日坊主で終わったと思ってくださいとかって言ってたんですけど、見事に三日坊主にもなれずに忘れてしまっていて今回リスナーさんのコメントで思い出させていただきました。それで、まあ、三日坊主でもいいかと思って、ノート、ブログを始めてみることにしました。ブログって結構まめに更新しなきゃイメ、ん?結構まめに更新しなきゃいけないイメージがあって、日記みたいな感じで。だからあんまり記事書けないの、ブログ、って言えるかなというか、ブログしてますっていうの恥ずかしいなって思ってたんですけれども、もう書けるときに書けばいいかと思って始めてみましたね。そしたらね、意外になんか乗ってきちゃって前にリスナーさんに目標質問いただいたときに、一つに本を出すことって答えたんですよ。これはね、本当に小さい頃の私の夢なので、このブログはその一歩にもなるといいなって思ってます。それにですね、気づいたんですけど、文章の方がより私らしいというか、自分を表現しやすいなって思います。なんか口で出すのってなんとなく恥ずかしいこと、もう文章だから書けることってあるじゃないですか。例えばね、手紙なんかもそうかなと思うんですけど、普段言えない本音とか、そういうのがね、詰まってるんじゃないかなと思います。なので、コアな佐藤真奈フリークの方は、ぜひブログを見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。
ねえ、僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。そっくりにできてるもんで、よく間違われるのです。僕は人間じゃないんです。じゃあ何かと聞かれましても、それはそれで皆目、見当もつかないのです。見た目が人間なもんで、みんな人を並みに相手してくれます。僕も期待に応えたくて、日々努力をしまないのです。笑顔と同情と謙遜と自己犠牲、浅き性に優しさと言うに一億は超えそうな必要事項を生きるのです。持ってその甲斐もなく、結局モノマネはモノマネでしかなく、一人また一人と去って行き、人間が剥がれ落ちるのです。大切な人を幸せにしたり、面白くもないことで笑ってみたり、そのうちまどんな顔の自分かわからなくなる始末です。僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。そっくりにできてるもんで、よく間違われるのです。僕は人間じゃないんです。じゃあ何かと聞かれましても、それはそれで皆目、見当もつかないのです。僕もいつの日にか本当の人間になれるんじゃないかなんて、そんな夢を見ていました。夢を見てました。程よく適当に生きながら、程よく真面目に働きながら、全然大丈夫なふりしながら、たまに涙流しながら、手に入れた幸せは忘れるわ、自分のことばかり棚にあげるわ、怒らせイラつかせ悲しませ、僕は一体誰ですか。どうせこんなことになるのなら、初めから僕の姿形を、人間とははるかほど遠いものにしてくれりゃよかったのに。誰かのために生きてみたいな、生まれた意味を残してみたいな、この後に及んでまだ人間みたいなことを抜かしているのです。人間として処方中の処方を何一つとしてできないままに、よくもまあそんな気になれたもんだ、怒るのもごもっともです。そっくりにできてるもんで、よく間違われるのです。僕も人間でいいんですか。ねえ誰か答えてよ。見よう見まねで生きてる僕を許してくれますか。僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。そっくりにできてるもんで、また物割りにですが、何度も諦めたつもりでも人間でありたいのです。お送りした曲は平村優子さんの歌うラッドウィンプスで棒人間でした。それではいただいたお便りに回答していきますね。
こんばんは。今年看護師になる予定、かっこ国試に合格したらの22歳男性です。いろいろな方々の質問を聞いていたら、自分の悩みにも答えてほしくなり、お便りを送らせていただくことにしました。私はこれまで恋人ができたことがありません。異性への恋愛感情はあって、高校の時に割と付き合いが長い同級生に告白をしましたが、振られてしまった経験があります。大学に入学後も、親しくなって好きになった方が2人ほどいました。ただ、それも片思いだったようで、これからもう少し仲良くなって、勇気を出して食事とかに誘ってみようかな、というところで、その人たちに彼氏ができて諦めるという経験をしています。私は仲良く女性と話したりするのは問題ないのですが、惹かれるのではと思って名前で呼べなかったり、とても奥手な性格です。マナさんに質問なのですが、女性としてはこのように頼りないような男性は恋愛対象外なのでしょうか？より性格などを磨いたり、欠点を克服していけば、この先恋人はできていくのでしょうか？やはり、より積極的に行動する必要がありますか？最近、そこまで自分はダメなのかと、さらに自信をなくしつつあります。大変長文になってしまい、申し訳ありません。自分でも把握してない、さらに大きな欠点なのが原因としてあるのかもしれませんが、以上の質問が私の今の悩みです。お答えいただければ幸いです。と、お便りいただきました。ありがとうございます。22歳の男の子、恋愛経験がなくて、奥手、頼りない男性は恋愛対象外ですか？欠点を克服したらこの先恋人はできますか？より積極的に行動する必要がありますか？ということなんですけれども、今すごいその付き合ったことがないっていうことに対してのコンプレックスが大きいかなと思うんですけれども、全然気にしなくてもいいのになって、思いました。一番は、なんかそのことで自分に自信がなくなっちゃうのがもったいないなって感じました。なんだろう、モテるっていう概念で、歳とともに結構変わっていくと思うんですよ。例えば、小学生の時にモテた子って、足が速い子とか、足の速い子とか、どっちが上手い子って、小学生の時権力があったと思うんですよ。中高生になると、かっこいい子とか、目立つ子、運動ができる子とか、頭のいい子とかになって、大学生になると、おしゃれな子とか、遊びを知ってる子とか、それこそ優しい人とかが、持っててくるようになって、で、社会人になると、なんか、ちょっといやらしいですけれども、お金を持っているとかね、職業、どこの企業に勤めているか、で、持ってたりとか、してくるんですよね。で、もう一つ、誠実な人が、持ててくると思うんですよ。結婚したいって、女の子が、思った時に、かっこよさとかね、おしゃれさとかよりも、誠実さ、安定を求める子は、すごく多いんじゃないかなと思います。なのでですね、質問者さんの多くはない恋愛経験っていうのは、武器になる時が、もうすぐ来ると思うんですよ。うん、これから、元カノがね、何人もいる人より、なんか、あなただけだよっていうのは、すごい特別で嬉しいですけどね、女の子側としては。だから、誰とも付き合ったことないっていうのは、
全然恥ずかしいことでも何でもなくて、特別なものとして大切にしておいたらいいんじゃないかなって思います。まだね、時代が質問者さんに追いついてないだけですよ。なのであんまり自分はモテないとかね、魅力がないっていう風に思わないでほしいかなと思います。でも積極的に行った方がいいですよかっていう質問に関しては、積極的に行った方がいいと思います。私は恋愛ってタイミングが大事なのかなって思っていて、お便りの中でもこれからもう少し仲良くなって勇気を出して食事に誘ってみようかなっていうところで、その人に彼氏ができて諦めるという経験をしていますって書いていただいたみたいに、チャンスとかタイミングって待ってても、もうそれは過ぎた時にしか、ああ逃したなって気づけないんですよ。自分が好きとか仲良くなりたいって思ったタイミングで素直に女の子に声をかけたらいいんじゃないのかなって思います。うん。質問者さんは女の子と話すことにはあんまりためらいはないっていうことなので、本当にきっとあと一歩だと思います。なので自分に自信を持ってあと一歩踏み出してみてほしいなと思います。で、これ私いつも言ってるんですけど、私は男の子から声をかけてもらったりデートを誘われたりしたらすごい嬉しいと思うんですよ。なんでね、好かれて嫌な気持ちってあんまりしないじゃないですか。だから今のままで十分魅力的なので、自信を持って恋愛をしてほしいなと思います。応援しています。What it is you've done to me, but it's caused me to act in such a crazy way. Whatever it is that you do when you do what you're doing, it's a feeling that I don't understand.'Cause my heart starts beating jeopardy with thoughts of loving you on my mind. I can't figure out just what to do, 'cause the cure is you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control and something takes over me.And it's so amazing, it's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow my pride, your love is so sweet. It knocks me right off of my feet. I can't explain why your love it makes me weep.Time after time after time, I've tried to fight it. But your love is strong, it keeps on holding on. Resistance is down when you're around, starts fading. My condition, I don't wanna be alone.'Cause my heart starts beating tip by tip with thoughts of loving you on my mind. I can't figure out just what to do when the cause and cure is you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I
lose our control, and something takes over me in the days, and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow my breath. Your love is so sweet, it knocks me right off of my feet. Can't explain why your love it makes me weak. I get so weak in the knees. I can hardly speak. I lose all control, and something takes over me in the days, and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow my pride. Your love is so sweet, it knocks me right off of my feet. I can't explain why your love it makes me weak. お送りした曲はアニー・グリーさんの歌う SWV で Weak でした。さて、お次は映画紹介のコーナーです。今日紹介する映画は、重ねという映画なんですけれども、こちらは2018年に公開された土屋太鳳さんと芳根京子さんダブル主演の映画になっております。あらすじは、ちっちゃい頃から醜い醜いって言われて生きてきた顔に大きな傷のある芳根さんと、女優志望でめちゃくちゃ可愛い太鳳ちゃんの顔が入れ替わるっていう物語です。で、芳根さんは顔に大きな傷がある。けど、芳根さんのお母さんは大女優なんですよ。ちょっと今はね、亡くなってるんですけれども、それで芳根さんも小さい頃から演劇が好きで、本当は自分も演劇をやりたいっていう気持ちがあるんですね。でも顔にすごいコンプレックスがあって見せられない。自分の顔を隠して自分の存在を消して生きてきた、そんな芳根さんと、太鳳ちゃんの役どころは女優の卵ですっごく可愛い期待の新人なんですけど、演技がいまいちなんですよね。だからブレイクできずにいた。で、その二人が最初は利害関係でね、顔を入れ替えて、太鳳ちゃんの大事なオーディションの時に芳根さんが太鳳ちゃんの顔になって代わりにオーディションに行くとか、大事なね、舞台の時に顔を入れ替えて芳根さんが行くっていうのをしていくんですよ。で、最初はそれで良かったんですけど、お互いいろんな感情が出てくるんです。これ、この映画私がなんで見ようと思ったかというと、リスナーさんのツイッターを見て、あ、見たいなって思ったんですね。そのリスナーさんのつぶやきが、好きな人を捉えるより自分を捉える方が辛いよっていう、もうその一言に全部詰まってるなって。何より辛いことって自分を捉えることなんだなって、そういうのをね、考えさせられる映画でした。もし気になった方がいたら、重ねAmazon プライムにあるので、ぜひ見てみてください。
というわけで、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。皆さん、眠くなってきたでしょうか？私最近気づいちゃったんですけど、最近話すスピード速くなってますよね。初期に比べると 1.5 倍ぐらい速くなってる気がして、今日はゆっくり喋ろうっていうのをすごい意識してみました。いかがでしたでしょうか？なんか最近本当に喋りたいことがいっぱいあって、皆さん聞いてっていっぱい喋っちゃうんですよ。なのでですね、皆さん、これから私の喋るスピードが速くなっていたら、速いよってぜひ教えてください。気をつけます。その他にもね、何かこうした方がいいよとかアドバイスいただけると参考にさせていただきます。よろしくお願いします。それでは今日のおやすみラジオはここまでです。皆さん、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでの相手は佐藤真奈でした。皆さん、いい眠りにつけますように。おやすみなさい。